僕の名前はたかし。僕には妻と今年二十歳になる息子との三人家族だ。息子と妻のために毎日仕事を頑張っていた。そんなある日のこと、妻から話があると言われた。話って何？あのね、離婚してほしいの。え、離婚？想定外の話に僕はかなり驚いた。え、なんでなんだ？もう息子も大きくなったし、家族生活を送る必要がなくなったし、あなたの日頃の言動からはこれからも幸せな結婚生活が送れるとは思えないの。僕ら家族は特に問題もなく、普通に仲のいい家族だと思っていた。まさか妻がそんなことを思っていたとは全く気づいていなかった。大学の学費ももう準備できたから、もちろん息子にも離婚することは話しておいたから。これまで二十数年一緒に頑張ってきたじゃないか。俺に何か悪いところがあるならもちろん直す努力もするし、なんとか考え直してくれないか。今さら何なのよ。息子も大学を出たら独り立ちするんだから、家にあなたと二人で暮らしていく未来が想像できないの。あなたは全く気づいていないのかもしれないですが、私は今まで長い間傷ついてきたの。あなたのこれまでの行動や言動は、夫婦生活を送っていきたいとは思えないものだったから。離婚を承諾できないなら離婚調停でもいいからと言い、妻は出て行った。妻がいなくなった家で一人で考えた。僕が一体何をしたのだろう。確かに新婚の頃は多少問題も起こしていた。しかしその後は家族のために頑張ってきたつもりだ。昔結婚して2年が経とうとする頃の話だ。妻と僕の両親で同居しており、妻と両親の仲があまり良くなかった。僕はいつも逃げるようにして家に寄りつかなくなって外で浮気をしていた。その時の浮気相手に想定外の子供ができてしまった。浮気相手が家に乗り込んできて発覚した。その後、子供はどうするのかを話し合いが行われた。浮気相手は言った。子供を育てることは無理、でも下ろすことはしたくないと曖昧な意見だった。僕としては下ろすか養子に出してほしいと言った。その時妻がだったら私が育てますと言ったのだ。そんなことする必要はないと説得はしたが、妻の意志は固く変わらなかった。その後息子が生まれ、妻は本当に赤ちゃんを受け入れた。我が子ではない夫の浮気相手の子供を育ててくれた。そんな妻の姿を見て僕も猛省した。それからは妻と息子のために頑張って働こうと決めたのだ。まずは両親との同居をやめ、両親から妻を守った。それからは妻と息子を何不自由させないように一生懸命働いた。妻は息子が小学生になる頃には派遣の社員として働き始めた。生活面では不自由はなかったはずだ。もう20年も前の話で、一緒に頑張ってきたからこそ家族でいてくれていると思っていた。もちろん妻の苛立ちを感じる時もあったが、最大限妻のことを大事にしてきたつもりだ。確かにその後も僕は失言はあったかもしれない。妻が怒鳴ってきたこともあった。一つは息子が小学生の頃に旅行に行った時だ。僕がぽつりとなんだかんだでいい家族になったよなと言った時、妻に怒られたのは記憶に残っていた。息子も大きくなり反抗期に入って言い争いになった時に、お前の本当の母親じゃないからなと失言してしまった時も怒られた。妻は息子のことをいろいろフォローもしてくれたらしい。でもそんなことがありながらも家族3人で仲良くやってきたと思っている。僕がたまに失言しても家族でいてくれるということは許してくれていたのだと考えていた。だからこそ
これから二人になったら恩返しも込めて妻をもっと幸せにしようと思っていた。妻は今も派遣社員だ。僕と離婚なんかしたら給料も自分だけになるから生活は苦しくなると思う。そんな生活はさせたくないから、やり直すことができるならやり直したいと思っている。しかしその後妻から連絡は一切なく、すべて妻の準備した弁護士を通してだった。奥様はもう復縁する気持ちは全くないようです。奥様の要求は財産分与のみです。離婚を拒否することはできないんですか？正直離婚の原因になり得るいろいろな証拠を収集しております。離婚調停になっても奥様の意見の方が優先されると思います。それよりはこの段階で離婚を承諾した方がいいと思います。せめてもう一度話し合いたいんですが、妻を呼んでもらうことは無理ですか？奥様はもう二度と会うつもりはないそうです。要件はお伝えいたします。弁護士からの話で妻が拒絶していると実感した。しかしまだ諦めることができないので何回も妻にメールした。一度だけ妻から返事が返ってきた。ちゃんと生活しているか、僕はすごく寂しいよ。大丈夫です、私は毎日楽しい生活を送っています。弁護士さんからも伝えましたが、個人的なメールはすべて両親や親戚に転送していますので。返信の内容はひどいが、返信があったことが僕は素直に嬉しかった。でも弁護士が言っていた気はするが、親戚にまで送る必要はないと思う。僕はそこまでやられるようなひどいことをしたのだろうか。妻もだが親戚もみんな僕が悪いと言ってくる。だったらそう思ったその時に言ってくれればよかったじゃないか。弁護士にも相談したが、ほぼほぼ離婚を覆すことは不可能だと言われた。僕はもう説得することを諦めて離婚を承諾した。その後妻と会って話す機会ができた。息子関係や財産分与の書類のためだった。この資料を読んだら私の気持ちがわかると思うから、資料を用意しないといつまで経っても承諾してくれないと思ったから。今までのことは本当は許してくれてなかったのか？私はあなたのことを許したわけじゃないわ。息子のことだってあのままにしとけば死にそうな子を黙って放っておけなかっただけ。でも息子との生活は、親子の生活を送らせてもらってよかったと思ってる。じゃあなんであの時に離婚を切り出さなかったんだ？息子を安心して育てるにはやっぱりお金が必要だった。やっと大学卒業までの資金のめどができたから。僕は勝手に許されていると思っていた。妻は僕のしたことを許したのではなかったのだ。僕のことは嫌いだったんだ。あなたの笑顔が好きで結婚した。でも私にやったことは絶対許せなかった。それを隠し通してまで暮らしたくないし、私は新しい生活をしたいと思ったの。分かったよ。でも君の給料だけで生活大丈夫か？僕はこれから君が何不自由ない生活ができるように働いてきたつもりだ。お金を受け取ってほしい。いらないわよ。困らない程度にはちゃんと稼いでいるし。あなたはもう忘れてるかもしれないけど、もう正社員になったからある程度自分でも収入あるの。え、そうだったのか。僕は妻のことをちゃんと見ていなかったのだと実感した。なあ、僕悪いところちゃんと直すから、もう一度やり直せないか？無理です。あなたは夫のことなら何をしても許せる人と結婚するべきだったのよ。妻と話してもうやり直すことは完璧に無理だと分かった。全ては僕のやってきたことの結末だ。僕は仕事をして妻と子供に何不自由ない生活を送れるようにしていれば家族の一人だと思い込んでいた。そうじゃなく
もっと家族にちゃんと寄り添っていくべきだったのだ。そうしていたら結果はこうなっていなかったかもしれない。僕は気づくのがあまりにも遅かった。家族と話していないと思い浮かんだ人は、僕みたいにならないようにちゃんと家族を大事にしてほしい。